こんにちは、にじこです。ちょっとパナスタの買ってきたこのユニフォーム着てます。なかなかこれ着る時がないんでね、ちょっと着てみました。で、今日は先日ね、私申し込んでなかったんだけど買えたので、グッズの紹介をちょっとしようかと思います。ライブ配信でもちょっと紹介したんですけども、今回着てみました。なかなかなダメージですよこれね。で、このね、袖口もこんなボロボロじゃないけどダメージね、うん、ダメージ、一点一点違うみたいですね。どうもこれそのダメージの感じがね、うん、ある意味一点物とも言えますよね。そういう意味でも買ってよかったかなと思うんですけど、色が褪せた感じでね、もう10年着てます、私の超お気に入りで、洗って洗ってガンガン着てますみたいな雰囲気のここヘルプエバーハートネバーってね書いてあるんですよね、うん、ですよね、はい。で、裏はこんな風になっててね、ここにハートのマークで、ラボール、サーボール、そして神様がここにいらっしゃいますね、うん、そしてこれガンジス川かな、ね、ラボール、サーボール、はい。で、着てみました。はい、S サイズなんですけど大きいです。袖も長いです、うん、でも大きいって言ってもそんな袖は長いけど、フィット感はまあこんなもんかなっていう、うん、とこですね、うん、長いです、お尻すっぽりです、はい。で、後ろこんな感じでね、はい、S153cm の私が着て S サイズこんな感じです、うん、はい、着心地いいですね、すごく。もう本当に生地もいいしね、着心地いいしね、これ着ます私、着ます、うん、はい。それでついでに買ってきたもの、ライブ配信でも紹介したんだけど、もう一回ねちょっと丁寧に紹介しようかなと思いました、うん、はい。ね、こういうところに雑さが出るんだけど私、はい、このね素敵ですね、自転車でいい笑顔、もうこの風さんの笑顔がね素晴らしい。子供たちといる時の笑顔がいいですね、風さんね、うん、はい。これは今回のねツアーのなんていうのポスターにもなってる風さんですね、うん、いいですね、このセピアな感じが、セピアじゃないな、モノクロで、これがねほら目が合っちゃうね、目が合っちゃう。いや、これいいですね、ちょっと飾りたい、うん、はい。それから、うん、付箋も買っちゃった。付箋が全部なくなったそうですね、うん、よかった買って、うん、どうしようかなと思ったけど、やっぱりねいくつあっても困らない、うん、いくつあっても嬉しい。あ、で、これこの間、うん、そうそうそう、フレークシールですね、ラボーサーボーのね。で、この間ちょっと開けたんで開いてますけど、また開け方がねワイルドでね、ビリビリ、はい、気をつけて気をつけて、雑雑、はいね。まずこの大きなシール、大きいステッカーがあって、それからこのラボールサボール、このなんていうの、サンスクリット語みたいな、なんていうんでしょう、これ何文字って言えばいいんでしょうね、これハンカチと同じ、タオルハンカチと同じデザインですね。で、ヘンレコーズ、はい。それからこれもね、ロンティーにあったデザインですね。で、これは萌え用のマーク。それから、これはなんだ、ラボールサボール、これ何かにあったっけ、太陽なんだろう。で、これは風の王国の国旗ですね、はいそれからヘンレコベジタブル、はい。それからこれもどっかで見たね、太陽、はい。それからこれは野菜食べよの、早く、野菜食べよの可愛いシールですね、はい、うん、ちょっとボケてる、はい。で、ラボーサーボー、おしゃれね、愛禅法禅、交通安全みたいな、ラボールサボールね、という感じです、はい。
そして、もう一つこのストラップ買いました。前ね黒買ったので今回オレンジを買いました。これ前に紹介したっけ、私ストラップ記憶にない、しましたっけ。まあしたらしたでいいですけど、今回ねオレンジやっぱ綺麗ですよね。その時のなんかお洋服の感じとか気分とかで黒だったりオレンジだったりね持ち替えてもいいなと思ってね。これケースはご自身でご用意ください。ケースね柔らかめの方がいいと思いますね。はい。っていう感じでちょっとまずいところに映ったんでぼかしてます。はい、こんな風にかけてね、はいはいはい、こういう感じで、あ、黒の時になんかオレンジもいいですね、はい、という感じです、はい、っていうことで、はい、Vサイン後ろにカレンダーすごい着心地いいんでね、これ着ます私、ダメージ、ダメージっていうとなんかダメージヘアとかなんかねあんまりいい印象なかったんだけど、まあ、お洋服の場合はダメージっていうのはおしゃれの代名詞みたいな感じなんでね、もうおしゃれに着こなすと決めて着てしまおうと思いました。はい。でまあ私その153センチで S サイズ買ったんで、もしこれから買う方のご参考になればと思います。もっとダボーっと着たい人は M でもいいかもしれない。はい。まあ私中肉中背な感じなんでね、ちょっとご参考にと思いました。はい。じゃあ今度は1月の4日5日の福岡かな、今度のライブはね、行かれる方もし買うときに参考になればと思います。はい。あ、そうそう、で私トレーナーじゃない、なんだっけ、スウェットが買えなかったんで、私もう今度はスウェット買おうと思ってますけどね、なんとしてもね。はい、ということでした。ありがとうございました。ではまた。